なぐもふうかです。今回はコート特集第2弾を作ってきました。作りました。お待たせいたしました。すみません。前回のコート特集に続き、今回はユニクロをメインでアンスリードとかちょっと着回し多めで撮ってみました。何日間にも分けて実際着てみてどうだったとか詳しくご紹介いたします。それでは動画スタート。はい、第2弾のこの日は高林郷っていう石川県にあるホテルに泊まりました。これね、リノベーションされてるホテルで、もうソファーからベッドから何から何まで可愛かったです。この日は紅葉がすごく綺麗で、あ、そう、このコーデはジルサンダーとユニクロのコラボのコーデですね。シャツとスカートがユニクロのプラス J 商品です。それにキャスケットが頭で、でバッグがヴィトンのちっちゃいバッグ、茶色合わせにして、で大きいスリットが入ってるのでロングブーツ合わせにしました。座った時にちらって見えるのがいいよね。こんな感じで、今流行りのマーメイドスカートやけど丈感もちょっと短くて、そう、肌つけられるスカートです。でシャツもなんかきちっと感がなくて、袖がちょっとねなんか広がってたりして、おしゃれでした。お出かけ前にヘアカーラーして、私の前髪はカーラー命です。でこれはロム&のリップ、すごいねプルプルのジューシー感があってめっちゃ可愛いです。ユニクロのシームレスダウンパーカーですね。ジリってなんかアイボリー感があって可愛いです。2コーデ目はシームレスダウンパーカーを着回ししました。パンツもスマートアンクルパンツで、これもユニクロのやつです。大好き。今はねこのスマートアンクルパンツじゃなくて、これのヒートティック版があるのでめっちゃあったかいので、よかったら見てみてください。このホット感が可愛いよね、ふわっと感で、下も絞りがついてて、でポケットの中がねモコモコになってます。これめっちゃあったかい、ポケット入れたくなるあったかさ。耳、あ、フードした時もしっかりサイズ感があって、雨降った時とか雪の時も使いやすいですね。このもっちり感伝わるといいな、みんなに。ふわふわでボリューミーです。だから下はちょっとね細めのパンツを合わせましたと、ブーツ合わせ、はい、こんな感じです。次、あ、そう、これが高林郷っていうホテルです。この日はユニクロの2年前かな、あ、1年前に購入したユニクロ U のトレンチコートを着てます。トレンチコート薄いやんって思うけど、中をインナーダウン着るとすごいあったかくて今でも着れます。着てますってかちょっとゆるっとメンズライク系なスウェット履いて、でもちょっと上下スウェットやったらだらしなく見えるから、トレンチの下に、これもユニクロの、これめっちゃ使える、これ、あの首が長すぎないハイネックを着てます。で安定のブーツ合わせ、バッグはシーンです。これめっちゃ使います。次は金箔ソフト、東茶屋街っていうところに来ています。石川県で金箔が有名なのでこのサングラスは ADSR っていうところのサングラスで、ちょっと薄めのレンズが可愛いよね。はい、で次、お次は夜のデートの待ち合わせですね。ジバンシーの28番使ってます。あ、このメガネはアイバンのライトメガネですね。ちょっと雰囲気を変えたくて大人っぽくしてみました。髪もウエッティにして、でメガネかけて、カラコンをしてないです。大人っぽくなりたくて、でトレンチにカーディガンして、で中、ちょっと待って、なんかめっちゃ寒いと思うじゃないですか。購入履歴見てもいいですか、ごめんなさい。ヒートティックレギンス、めちゃめちゃいい、これ。なんかタイツとか経験あると思うけど、こういうワンピースとかスカートの下に寒いからタイツとか履くじゃないですか。静電気でスカートがピチーってなるの分かりませんか。このヒートティックレギンスはふわっとか、あの静電気が一切つかなくてめっちゃあったかくて、でこの日確か気温が14度ある、ちょっとあったかめ
な時やけど暑かったです。若干薄着してるように見えるけど、なんか上下ヒートティックプラスインナーダウンを着ててめっちゃ暖かいです。はい、次行きましょう。そう、こんな感じでちょっと茶色でまとめてみました。スカートのこのふんわり感、この日はちょっとクリスマス近いデート意識しました。やっぱデートってさ、ちょっと可愛くしたいやん。だからスカートにしました。でもスカートで女の子らしさじゃなくて大人っぽいスカート合わせが私めっちゃデートでいいなと思ってて、だから大人っぽく黒ワンピースとかめっちゃ良くないですか。黒縁メガネでちょっと抜け感を出しました。私はクリスマスやね、みんな予定決めました。はい、この日は、あ、そう、この日はジルサンダーの、この日はプラス J のダウン合わせです。さっきトレンチで着てたあのスウェットを上下着てみました。このコート丈が短いからパーカー出す感じがめっちゃ相性いいと思って出してみました。動きやすいけどちょっとおしゃれに見せたい、なのでブーツ合わせたりこじゃれたバッグを持っております。あとタートルネックしてなんかパジャマ感を出してないですね。私こういう上下すっごいパジャマ感出ちゃうんですけど、タートルネック合わせだといい感じにまとまってよかったです。このフードがちょっと大きくて出てるのがいいよね。はい、この日はちょっとゆるっと感を出しすぎたのできれいめコーデにまとめてみました。ジャケットがきれいめ系にもカジュアル系にもいけると思ったのでブラウス合わせです。これはアンスリードのブラウス、ちょっときれいめ系なのでマスクも可愛くしました。こう紐ついてコートの質感皆さん伝わりますか。お色がちなみにダークグレー、ブラック、ネイビーがあります。ちょっと若干似てて私も選ぶの迷ったんですけど、今回はダークグレーにしました。ダークグレーでこんな感じの色味です。なんか黒にも見える感じするしネイビーにも見える感じもして、ダークグレーやけど可愛いなと思って、初めての色合わせ、黒にも合わせやすくて、でもオールブラックって重たいなって思っている方におすすめです。スカートはシティの でブーツがダイアナ、あ、このリングはちょっと見にくいけど天のリングです。マスクはね、なんかインスタで可愛いと思ったショップを購入しました。ちなみにあったかいけど裏地はついてないです。次、はい、お次はこれもユニクロのプラス J 商品で、ダウンボリュームベスト、お値段が9,990円で、カラーがグレーでサイズが S サイズ着てます。この日は全身ユニクロですね。色物合わせたいけどちょっとチャレンジしないとなっていう時にアイボリーとネイビー合わせめっちゃ使えます。マジでダイアナのブーツばっかり使ってます。本当に使える、これを合わせ、あ、そう、これがさっき言ってたヒートティックのパンツです。ヒートティックバージョンめっちゃあったかい、使いやすいです。マスクはグレー、あ、そう、チャックのとこがプラス J って書いてあります。本当にボリューム感あって、で、お袖がないから厚めのニットとか好きな方におすすめです。次、はい、お次はアンスリードのボアコート合わせです。アンスリードボアパイピングブルゾン、お値段が 39,600円、ちょっとお高いです。フリーサイズでホワイトとブラックがあります。で、あ、ストップ、このファスナーもアンスリードって書いてて、しっかり高級感がある感じが可愛いですよね。プラス J と似とる。ユニクロのスキニーパンツです、うん、なんかさ、スキニーチャレンジするのすっごい私にとって勇気がいることだったんですけど、このボアコートが結構丈が長かったので初めて挑戦してみました。はい、この日はちょっと待って追いつくのに必死よ。これはね、グレールのニットなんですけど、このグレールのニット私ストーリーで買いました。
これかわいい。冬ってニット着たいじゃないですか。でもコートも着ないと寒い。これちょうどいい暑さで、これ着てさらに上からコート着る余裕でした。グレイルのマフラー付きクラッシュニットトップス1999円。これマフラー付きなのでマフラー取り外しできないんですよ。後ろについてて、こんな感じでマフラーっぽく使ってます。これがデニム合わせで、こっちがエンフォルドの黒パンツ合わせですね。黒パンツにするとちょっと大人っぽさが増しますよね。コート合わせるとこんな感じです。全然ぐわ厚っぽくならないのがいいよね。でカチューシャ合わせてオールブラックコーデです。でオールブラックになりがちな私にとってはこの白のボアコートめっちゃなんか差し色になって使いやすいです。さらっとゆるいコーデでも合わせやすいから綺麗めすぎずで本当に使いやすいです。エンフォルドのパンツも使える。黒パンツ1個綺麗な形持ってると本当に使えます。あ、終わっちゃったはい、終わりました。どうでしたか。すごい早口でついていくのに必死だったんですけど、どうでしたこのね、まだ持ってない方、インナーダウン、ユニクロのインナーダウン、これ着てほしいです。私本当にこれ大活躍して、こんな薄っぺらくてあったかくなるんって思うんですけど、めっちゃあったかいです。私とこうちゃんディズニー最近行ったんですけど、ディズニー内でめっちゃ寒そうなコーデしてるように見えるけどめっちゃ着込んでて、これカーディガンの下に着たり、私はトップスのトレーナーの上に着たりしてみました。まだ持ってない方、ずっと使えるアイテムなのでよかったらそちらも見てみてください。よかったらコート買う参考になると嬉しいです。なんかみんながイメージつきやすいように外でいろいろ撮ってみました。あと金沢の良さもちょっとだけ伝わったら嬉しいです。それじゃあバイバイ、またねー。